旭川秋成高等学校は、北海道旭川市緑町14丁目にある、私立高等学校。学校法人旭川宝田学園が運営している。生徒数は584人、教職員数は55人、事務職員数は6人である。女子校であった旭川女子高等商業学校が、1997年に、教学に移行し、同時に学校名も変更された。 全身校は高等商業学校という名称ではあったが、高校としての認可ではなく、各種学校扱いであった。そのため同校を卒業しても、高校卒業資格は得られず、大学受験をするためには、高卒認定試験を受験する必要があった。一方で、北海道では、公立高等学校、私立高等学校ともに一斉入試を実施していたため、 公立にも私立にも合格しなかった生徒にとって、同校の存在は三度目のチャンスが与えられたことになり、旭川のみならず、北海道全体から多くの受験生を集めた。同校が私立高等学校に移行してからは、隣の深川市にあるクラーク記念国際高等学校がその地位を受け継いでいる。同校としては、高等学校認可による設置となったこの年を、 開校年としている。地元での略称は、秋なり。なお、旭川女子高等商業学校時代は、女子賞と呼ばれていた。制服は男女ともブレザーである。ただし、ワイシャツ着用の学校でありながら、ネクタイやリーボンは存在しない。夏服は、白地で、胸ポケットなしのポロシャツである。ありがとうございます。